横手盆地の地形図横手盆地は、秋田県の南東部に位置する盆地。大宇山脈とでは山地に囲まれ、小物川とその支流が流れる秋田県内で最大の平地である。盆地とはいえ広大であるため、旧群名に倣って、横手盆地の北部の仙北軍部分を仙北平野、中南部の平賀軍部分を平賀平野と呼ぶことも多い。国内有数の国葬地帯で、 秋田小町の主産地の一つである。横手盆地と三北三郡はほぼ同じ地域を指し、現在約30万人が住んでいる。横手盆地の中部に大仙都市圏と横手都市圏が形成されている。横手盆地の田園風景横手盆地を中心とした地域には山本郡平田郡小月郡の三郡が置かれ、三北三郡と呼ばれた。三北三郡は、 お物川支流の各上流尾根線まで含まれるため、地図上では横手盆地の範囲よりかなり広いが、過重地としては三北三郡と横手盆地はほぼ同等である。三北三郡北側では屈曲しながら、秋田新幹線が東西に通り、中部では秋田自動車道が斜めに横切り、横手 ICJCT からは湯沢横手道路が湯沢方面に南北に走る。 岩手県の北上盆地とは、秋田新幹線で森岡都市圏と秋田道、国道107号及び北上線で北上都市圏とつながり、特に交通連接点である横手都市圏では北上都市圏と同様に内陸機械工業や流通施設の集積がある。横手盆地と秋田市がある秋田平野とは、尾物川沿いにつながっているが、その他に国道13号、 大ウ本線秋田自動車道でつながっている。横手盆地と秋田平野の境にある旧共和町は、秋田都市圏に含まれるが、仙北軍の枠で合併して、大仙市の一部となった。冬の横手盆地では、標高が低くなるほど気温が下がるという、逆転現象がある。以下に、三北三軍の自治体、及び都市圏構成を示す。一般的な都市圏の定義については、 都市圏を参照のこと。なお、県の地域振興局の管轄域は、旧軍の範囲を踏襲しており、中心となる旧市名を用いて、広域都市圏の名称を与えている。ありがとうございます。